世界的に活躍するアーティストが手掛けた切り絵の展覧会が金沢21世紀美術館で開かれています。今日は私菅江の推し作品をご紹介します。手のひらサイズのものから天井を覆うものまで、およそ60点の作品が楽しめる神々の森。手掛けたのは横浜市出身で世界的に活躍するアーティスト柴田あゆみさんです。繊細かつ躍動感のある表現と独自の物語性が作品に唯一無二の世界観を与えています。私の推し作品はこちら。この広いスペースに波打つように吊り下げられている大地の歌です。こちらの作品は美しい空をイメージされているということなんですが、陰と陽の調和が本当に綺麗ですよね。この影に持ち味があるように感じるんですが、この影作品の他にもお隣の壁にも映し出されているんです。また壁に映った影もとても綺麗でうっとりしてしまいます。とても綺麗だなと思います。壁とかにも映ってて、いろいろな見方ができて楽しいなと思います。重なって重なって透けてる、なんか透明感みたいなのがいいなと思いました。神々の森は今月31日まで金沢21世紀美術館で開かれています。はい、この作品大地の歌なんですが、よく見るとこう鳥がいたり、これは星空なのかなっていう風な綺麗なものが広がっていて、ずっと上を見て歩いてしまうような。でもなんか本当にこの切り絵だけじゃなくて、その切り絵とそこに優しい光、あと音も加わって、すごく壮大な世界観でね、壁を見るっていうのもまた影が出てるからポイントなんですね。そうなんですよ、この訪れた人も実際にこの作品見るのはもちろんなんですけど、壁も写真撮ってる方もいらっしゃいました。でこの大地の歌、この展示方法はここ、金沢会場限定ということで、また貴重なので、ぜひ皆さんも、実際に訪れて見てみてください。はい。